はい、こんにちは、とくりです、えー。今日はですね、KCON に行ってきまして、KCON のメインイベントであるライブですかねあの。ライブの名前忘れちゃった。なんだっけ。ZOZO タウン、ZOZO マリンスタジアムでやってるんですけど、KCON のライブですね。ちょっと一回覗いてみたかったっていうレベルだったんで、まあ、ちょっとすいません。あの 大人買いして3日券を買っちゃったんですけど、日曜日1日だけ行ったんですけど、僕、ドドマリンスタジアムは調べたら20年以上前ですね。ミスチルの,あのマリンスタジアムでのライブの時に。スタジアムの隅っこの方の席で見た記憶があったんです。完全にそのつもりで行って、まあ途中で帰ろうぐらいのつもりで行ってたんですけど、まあ、当たり前、考えたら当たり前ですけどね、3日券を買った関係で多分抽選上有利なポジションだったらしく、 もう本当に真ん中だったんですよね。だから、まあ、ま前の方ではないですね。多分、真ん中ぐらいです。まあ、セカンドベースぐらいかな、野球場っていうと。<laughs> まあでも、僕、アリーナ席とか今まで行ったことなかったんで、あこういうふうに見えるんだっていう。もうスタジアムの後ろの方から見るのがちょっと当たり前だと思ってたんで、ちょっと完全にどうしようと思って、なんか、これやってる最中に出れねえなとかって、ちょっと焦っていたんですけど、 結果的に楽しかったですって話なんですけど、最初なんかあの、まあ、前座って言うとちょっと失礼ですけれども、あの予定にないアーティストの方2組ぐらいがパフォーマンスをしてて、まあ、結構みんな座ったり平気で歩いたりしてるから、あ、なるほど、こういう感じで気軽に野外フェスっぽい感じで見れるんだなと思って、まあのんびり座ってたら、まあ、オープニングに JO1 が来るんですよね。でやっぱ この瞬間はやっぱみんな立ち上がってですね <laughs>。僕も慌てて立ち上がり、立ち上がった方がいいものって持ち無沙汰なんで、まあせっかくだからと、ちょっと練習も兼ねてライブの撮影をしてもいいっていうね、このアーティストのライブの撮影をしてもいいっていうのも聞いてはいたんですけど、やっぱ実際にやれるとちょっとなんか面白いっすよね。面白いっていうのは変な話ですけど、なんかね、あの、 最初はやっぱり別にそのちょっと失礼な言い方ですけど、もうそんなにこの、このグループをしてますっていうのがない状態で今回ライブを見に来ちゃったんで、すごい変な言い方ですけど、手持ちぶさったなんですよ。で、しかも一人ぼっちで参加してるし、喋る人もいないから、多分絶対途中で寂しくなって帰ることになるんだろうなと思ったんですけど、これが面白いですよね。なんかね、スマホで撮影してるとその、なんか、 まあそのなんて言ううでしょうね自分に役割があるキッチになってますよ、ねそのまあ、感覚としては何だろうな、まあ、ちょっと運動会で子どものやつを撮っているってのってまたちょっと違うんですけどなんかやっぱその撮、まあ、ってこれなかった人に見てもらったら喜んでもらえるかなみたいな感じのこう、まあ、ブロガー魂的な文脈でやっぱね役割があると寂しくなくなるんですよね。でまあ、ちょっと あのずーっとスマホかけって撮るのしんどいんで、あの全曲はもちろん撮らずに、あの休みながら、個人的に興味がある人たちを中心に撮らせてもらったんですけど、いやでもなんかこんなフルで撮っていいんだって、ね、ちょっと恐る恐る YouTube にあげましたけど、いいんですよね、あげてね。これはね、なんか不思議な感覚でした。なんか、 なんだろうな。まあ、K、K-POP のファンの方からすると、もうこうやって撮るのは当たり、撮れるのは当たり前だし、まあ、グローバルのアーティストもね、最近は、あの、ブルノマーズとか、テイラー・スウィフトのライブの時に、普通に僕の Facebook のタイムラインにも動画上がってきてたんで、まあ、もう日本以外は結構撮れるの、普通になってきてるなと思うんですけど、何しろ僕がライブに行った記憶は、もう多分15年前ぐらいで止まってるんで、スマホなんて出そうもんなら、みたいな。まあ、当時スマホじゃなかったかな、分かんないけど。 カメラなんて出そうもんならっていう世界ですからね。しかも動画が撮れるっていうね、写真ならまだわかりますけど。いや、面白いなと思いました。なんかやっぱその動画撮ってるとなんかちょっとこう、メディア目線ってちょっと大げさですけど、なんか取材モードに入るちょっと自分もいて、結構ね、冷静に分析できるんですよね。一番やっぱり今回の日曜日一番盛り上がってたのはやっぱりアイリットのマグネティックだったかな。なんかみんな、 掛け声やってましたからね。僕は当然わかんないから全然一言もしてないんですけど、あの動画見ていただくと、あのスタジアムのこの声が、ここだけ一番入ってると思います。やっぱね、こういうの人気わかりますよね。あの何,何割ぐらいが立ってるかとか、座ってるかとか。でもそういう意味で実は一番面白かったのが、ジョン・ユンファさんと読めばいいですかね、これ。 MC、まあ、司会もされてた方で、で、あの自分のステージの時に出てきて、1曲目も素敵だったんですよね。でも結構みんな座ってて、1曲目の最後のシャウトとかめちゃめちゃかっこよかったんで、結構周りの女の子たちがかっこいいねみたいなの言ってたんですけど、すごかったのは MC と2曲目で、MC の時に、その、 僕はこんな大きなスタジアムでやるのは初めてですみたいなことをおっしゃってますけどちょ、それは、ね、本当なのかちょっと分かんないですけど、なんつってたっけな、えっと、今日が終わるともう来ないからみたいな、多分ちょっと日本語間違ってると思うんですけどその、ちょっと笑いも起きてますけど、その多分今日という日は二度と来ないからっていう文脈だったんですね。だから、もう今日今日最後だから、やっぱそのみんな立って、立ちましょうみたいな。 すごいね、丁寧に MC されたんですよね。で、やっぱりそれにいざなわれて、みんな立ち上がって、2曲目をやるんですけど、2曲目がね、またパワフルに、1人でステージを端から端まで走り回るんですよね。だから、結婚のライブって、グループのライブが多いんで、やっぱりあの人数が多いやつ、迫力あるなと思って、ソロの人、きついんじゃないかなと思ってたんですけど、ジョン・ユンファーさんは何の問題もなかったですね。1人でやってましたけど、 もう本当に走り回りながらエネルギッシュに会場を盛り上げて、あこれは本当ライブ慣れしてる人だなっていう、なんか、あの、SNS の投稿でも、今日の MVP はジョン・ヨンファーだったみたいな投稿を見ました。これ本当ね、そう思いました。一方で、パフォーマンスとして一番感動した、感動したって言うとちょっと大げさかもしれないですけど、個人的に曲を知ってるだけに、一番感動できたのは、エン・ティームによるダイナマイトですね。やっぱり なんか、BTS じゃんって言っちゃうと BTS のファンの人怒られちゃうかもしれないですけど、いや、MTM って BTS の弟分って言いますけど、本当ですよね。なんか、なんだろう、その、カバーなんだけど、まあ、完コピっていうか、やっぱその弟分的な、やっぱりリスペクトに満ちた愛のあるダイナマイトのパフォーマンス、これでめちゃめちゃ良かったんですよね。 知ってる曲で良かったってなると思うんですけど、これはね、ちょっと帰ってきてからも結構リピートして聞いちゃってます。すごいなんか、ああ、ああ、いいなとか。まあ、結構あの、BTS のファンの人たちもなんか、泣けたみたいなコメントしてる人いましたからね。やっぱり、そうだよなと思って、めちゃめちゃ良かったです、これは。やっぱり、あのー、これカバーがあるの面白いですよね。ハイリットのカバーなんかもそうでしたけど、で、やっぱり、あのー、 僕、本当、あの、ちょっとお恥ずかしい話ですけど、やっぱりアーティストのグループの人数、多分ね、6人が限界なんですよ、ね。その名前と顔が一致するには。6人も厳しくて、4人ぐらいでお世話をされてほしいんですけど、やっぱり、Mii のパフォーマンスとか、あと JO1 のパフォーマンスとか見てると、やっぱ人数が多いの、ね、は、やっぱライブの時には重要ですね。やっぱ迫力とか、バリエーションとかが、やっぱり違うなって、11人正直僕はね、多いなと思っちゃうんですけど、 あなるほどなって、ライブのことを考えたやっぱ多いグループっていうのは、それはそれで意味が、意味があるって言うと変な日本語で選びようですけど、メリットあるんだなっていうのはすごい思いましたね。でももうちょっと11位のグループはね、完全にもう誰が誰だか、すみません、僕には無理なんでちょっと諦めてますけど、一方で、やっぱりそのジョン・ユーファさんもそうでしたけど、ソロな、この、こういうグループのライブが続くところにソロで出てくるアーティストは、 やっぱ歌唱力化けンだって言うけど、本当だなと思いました。まあ、個人的には、あの、イエナさんの歌もすごい良かったんですけど、やっぱね、最後のテヨンさん良かったっすね。ちょっと、これでめちゃめちゃ好きなタイプの歌声なのもありまして、予習してったのもあって良かったんですけど、みたいなのを、自分が動画撮れて YouTube に上げられちゃうって、 ちょっとやっぱり昭和世代の日本人からすると、これはね、ちょっと楽しいですね。<laughs> なんかその、変な話なんですけど、やっぱね、コメントめっちゃつけてくれるんですよね、海外の方が。もう僕の YouTube のチャンネルだと、海外の人なんかコメントほぼついたことないんですけど、なんかね、あ <laughs> 世界とつながってんなっていう感じが。 まあそれはね日本のライブ、海外の人来れないですから、ああ、なるほど、これ、日本のさ、K-POP の,のアーティストが日本でライブやった時日本で撮影禁止になってると、海外のファンががっかりするみたいなのを聞きましたが、あのそう気持ちはなるほど、分かってきました。こうやってその、みんなそれぞれの国でやったライブの動画をお互いに取り合っておすそ分けして、感謝し合ってるんだなって、なんか、はっきり言って、ちょっと手持ち無駄だった。 だったから一生懸命撮っただけなんですけど、なんかこんだけ感謝されるんだったら、なんかまた行って撮ってもったらいいかなとか思ったりしますね。まあちょ日本人の人はね、あの、もうちょっと、あの、日本人も感謝のコメントたくさんいたんですけど、日本人の人結構ね、画質が悪いとかってコメントし,しているんで、それはそれで傷つくんですけど、やっぱそう,そう考えると、ちょっとね、いいカメラ買った方がいいのかなとか、面白いですね。なんかその関係ポップのマスターの人がいいカメラで、 ファンのために写真撮ってあげるとかっていうのをこう、アーティスト追いかけてやるみたいなのを話聞いて、いや、そんなの大変なのにやるよなとか思ってましたけど、なんかちょっとね、素人なのに <laughs>、普通に動画こんだけ撮ってみていろいろあげて、こう、ファンの方々からちょっと感謝のコメントをいただくと、あ、これは楽しいなっていうのをちょっと、はい、あの、勝手に目覚めてしまいましたっていうだけなんですけど、 っていう、はい、一日でした。これ本当なんかやっぱり、ちょっとわかんないですけどね、あの、やっぱりアイドルはここの存在であるべきだから、なんかやっぱこうやって撮影 OK にするべきじゃないっていう日本のファンの方が多いのも、まあ、それはわかる、それはそれわからんでもないんですよねやっぱその。僕みたいな人がね、前で立ち上がってスマホで動画撮ってたら、多分後ろの人あんまり見えなかったんじゃないかなって、ちょっと申し訳ないなとも思いつつ、みたいな思っちゃうんですけど、でもこれはね、 面白いなっていう、なんかその聞いてるだけじゃなくて、なんか本当自分も役割があって参加してる感じのちょっと従来のライブとは違う感覚を楽しめましたんで、ちょっと僕と同世代でそういうのやったことないから、ちょっとぜひそういうのやれるライブに行ってみていただくとちょっと違う発見があるかもしれません。はい。ということで、こちらのチャンネルでは日本のエンタメの未来をひがかに応援したいなと思っていますので、他にもこんな話してますよとかでおられましたら、ぜひコメントや DM で教えていただけると幸いです。 今日もありがとうございます。